軽トラ買いました。軽トラ買ったんですか。かっこいいですね。私の愛車です。超ワイルド。どうでしょう。いいね。すごい似合ってる。嬉しくない？あまり。軽トラが似合ってますよ。うん、なのよね。うん。軽トラの紹介をしたいと思います。はい、紹介しましょう。はい、で今回購入した軽トラは2006年、平成18年に登録された、あの軽トラになって、まあ、かれこれ何年だろう、15年前の軽トラになりますね。はい、そう、どうして軽トラを買ったかというと、はい、まあ、お仕事で使うのと、アウトドアで使うのと、まあ、両方ですね。はい、まあね、やっぱり山とか川とか行くってなると、軽トラじゃないと厳しいシーンが結構多くて、そこをすりそうでね、そこも怖いよね。だし横も傷がつくし、ボディもね、なんて言ってもね、今回のこの軽トラね、あの 4W なのね、農用スペシャルだったかな、後ろのこの板バネが4枚入ってんのね、ここが4枚入ってて、あの重たい荷物が乗せれるっていう感じ。後ろに、まあ、キャンプ用品もだけど、あの DIY とかの木材とかも運べるっていう、で、やっぱり DIY するってなるとゴミが出たりするんだけどさ、そういうゴミを捨てに行ったりするのも軽トラで ね、気軽に行けるっていう。田舎はやっぱり軽トラあると便利だよね。便利便利で、後ろにほら作業灯がついてて、これね、作業灯がついてて、まあ荷台が広いと。で、ダイハツハイジェットですね、トラックで、4W もついてます。まあ全体的には綺麗だよね。綺麗、全体的にはすごく綺麗で、まあ、ちょっとミラーがほら、あのプラスチックの劣化がさ、ちょっと白っぽくなってるけどね、ここはね、楽天で見たら片方5000円ぐらいだっけ？って言ってたよ。5000円だったわね。見てはないけど言ってたよ。5000円ぐらいであったよって。ああ、だったね。まあ交換することができるので、もうそのうち交換したいと思います。新しいのにね。NBOX はさ、そこまでさ可愛がらんかったよね。軽トラの方が可愛がるもんね。すでに。そうね。うん。だって新車ってまあ新車のさ、いいところあるんだけど、あのいじるとこないじゃん。まあ車いじるそんなする方じゃないんだけど。なんかでも古いと余計なんかこの可愛くなるっていうか。で、あのやっぱね、結構年式経ってるんで、こういうほら、縁のところちょっとわかるかな、水垢が固まったやつが細かいとこ見るとあるんですよ。で、こちらのね、反対側は取りました。ケミカル用品で。綺麗に取れてるもんね。綺麗に取れてる。あの西日本ケミカルっていうところのあの溶剤が売ってるのよ、こういうのが取れるさ、まあ、あの使うときは手袋しないと皮膚が溶けるような強いあの液体になるんだけど、すごく簡単に取れる。ほら、ここのエンブレムの周りは同じようにこういう風になってたんだけど、全部きれいに取れました。絵の具用のハケにつけてね、こうこちょ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 ってやってるとどんどん浮き上がってくるの。すごくいいよね。どうしたの？え？いや、久々なんかすごい本当可愛がってんなと思って。なんかこういうの可愛がると止まらない方だからね。僕ね。
昔乗ってたあの可愛がってた車はそう、 そう言おうかどうか迷ったんだけどさああ、まああれ以来だなと思いながら考えてたんだけど昔、まあ、ベルファイアにちょっと乗ってた時期があって、うん、その時は一日中洗車したりしてたね。でも最近じゃそんな姿も見なくなり、うん、ベルファイアよりちっちゃい N ボックスを全く掃除しないというなんなんだろうね、うん、気持ちの問題なんだろうね。洗車もほとんどしないしね、うん、しても私がしたりとかね、うん、まあまりにも汚すぎてさもう見かねて私が掃除するっちゅう感じだったもんね、うん、じゃあはい、ちょっと中乗ってください。はい、軽トラ女子。この室内もあの結構綺麗で、うん、まあ、後ろの方ね、あの、買った時の汚れがあったんだけど、うん、綺麗に磨きました。え、そうなんだ。うん。マジックリンとか、ここの隅の方とかすごく綺麗になったでしょ。ここも。いや、もともと知らないからわかんない。もともとこれ。あ、こことかと、こんな感じ。いや、これはもう、あの、擦り傷なんだけどさ、うん、すごく、あの、汚れが、ほら、ここ、角が黒ずんでるでしょ。これが全部あったの。はいはい、けど、全部マジックリンで、マジックリンシュッてやって、歯ブラシでゴシゴシゴシってして、綺麗に磨きました。で、このミラーをこの間オートバックスで購入して、はい、で、こちらはね、嫁さんのお下がり、うん、嫁さんが乗ってた車を下取りに出したんですけど、はい、ね、それのお下がりで、で、走行距離は6万キロで、走行距離が6万キロで、うん、まあ、どんぐらいだろうね、あの2006年に登録してあって、うん、6万キロ、うん、まあ、年式も古いけど走行距離も走ってないってなると、うん、本当はエンジン的には走行距離はさ、うん、それなりに走ってた方がいいんだよね。うん、って言ってたよね。そうそうそう。あの、パーツの劣化とかがあるみたいで、うん、やっぱりね、そこら辺もちょっと考えるところなんだけど、うん、まあ、車ってさ、うん、あの、10万キロがなんか一つの目安じゃん。うん、タイミングベルトとかいろいろ交換するのに、いっぱいお金がいるっていう時期で、うん、で、そこをね、節目にさ、うん、買い替えるか、うん、そのまま、パーツを交換して乗り続けるかっていうところなんだけど、うん、まあ、これは、値段。お値段48万。はい。全部含めてね。うん、全部。車検通しての。2年の車検込みの48万で購入したんですけど、うん、まあ、10万キロ付近まであと3万キロ。あるっていうことで、うん、一応、まあ、現場とかね、仕事で使ったり、DIY キャンプなんかで使ったりすると、まあ、走行距離がどんぐらいいくかわかんないんだけど、年間1万いくかな。うん、いや、行かないと思う。ねえ。1万は行かないと思うよ。ねえ。ってなると、まあ、そこそこいい買い物だったんじゃないかなと思ってます、うん。まあね、まだそんな乗ってないからさ。そうそう。悪いところっていうのはまだ出てきてないけど。うん、もしかしたら、うん、悪いところが出てくるかもしれないし。そうそうそう。それはちょっとわかんないよね、乗ってみないと。まあ、とりあえず悪いところはこのミラーかな。まあ、また言うでしょ。すぐ交換しないといけない。ちょこちょこちょこうやってね、出てくる、言うわけよ。ミラーはすぐ交換しないといけないかもな。何の問題もないじゃん。割れてるわけでもないし。うん、ちょっと色がさ。何の問題もないよ。色が。え、色だけでしょ。色が気になります。これから軽トラ女子って増えるんじゃない、うん、軽トラ女子増えるよ、今から。ね、うん。中はこんな感じですね。オーディオはね、AM しかないっていう。うん。いいよ。十分でございます。AM しかない。すごいよね。これも言うの、ちょこちょこ。オーディオ安いのないかなって言うけどね。今時、AM のみって。今時だからいいんだよ。逆に。うん、逆に。そうなの？うん。乗り心地はどうですか？乗り心地そんな悪くないよね。軽トラの乗り心地ってどうなの？別に悪くない。そんな、ね、そんなわさ、ごと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 するわけでもないし。うん、まあ、ここにさ、ほら見て、ここに 4W がついてるんだけど、4W のマークが。うん。ここね。うん、そこを押すと 4W に入ります。で、うちのこの車は、うん、デフロックがついてません。うん。なので、タイヤが一個空回りしたら、抜け出せません。その、空回りしたのを、そのロックしてから、他の車輪を回すのがデフロックなんだってね。うん、うん、うん。で、アウトドアとか、なんだろう。まあ、プラドとかも多分ついていると思うんだけど、うん、デフロックはね、やっぱアウトドアには必須かなと思いますね。うん、デフロックがついている車は、そっち側にね、デフロックのボタンがある。おそらくここら辺についてんだよね、軽トラ。うん。で、うちのあの小銭入れるのがついてる。これは作業灯のライト。これ。
後ろの、うん、じゃあ走ってみようか、うん、お兄さんちょっと乗らないそれナンパですか改めのナンパやばい、4段部ついてると砂浜なんかも心強いよね、うん、だって今までさあの N ボックスで魚釣り行ったけどさ、うん、こういうとこ走れなかったもんね、怖すぎてさ、ね、で、ホンダって低重心じゃん、うん、だからそこを釣りそうで、うんうん、確かに、うん、気兼ねなく行けるよね、そうそう、軽トラだとね。で、今この場所もあのタチウオが釣れるってしばらく有名な場所だったんだけど、うん、私は帰宅でも来れなかったの。え、ここも釣れるんだ。うん、釣れるんだってね。この間もタチウオ釣りに行ったのね、うん、で、2時間半ぐらいで3匹釣ったか、うん、でも当たりはまだあったの。そう、バラしたの。そうそうそう、キミナゴを使って。そうそう、でもうちょっと粘りたかったけど嫁さんが限界っていうことで、うん、違う、遅かったのよね、出たのが、うん、仕事が終わって、あ、ここ行ける、ね、ここ行ける、マジで嘘だよ、嘘でしょ、これどうすんの、どうすんの、4W 入れれば、4W 入ってんの、ほら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 、またはまった、4W 入ってんの、入ってないよ、ゆっくりこの音を聞きながらさ、そうそうそう、ほらほらほら、走り出した、うわ、すげえ、4W ってすごいんだねすげえ すごい4W すごい。本当に砂浜を走っている。でも減りそうで怖い。いけるいける。え、何、中に 4W スイッチ入ったらすごい自信感になったね。すごっ、ラリーカーやん。あ、 4W ってやっぱすごいんだね、うん、いいねいいね、うん、いいわ、4W最高だな。気兼ねなくいける。どこに確かにねどこにだろう ほら、坂道発進が私で無理だ、多分無理かも、頑張れ。今結構な坂道ですよ。え、ちょっと待って、ギアおろし切ってダメでしょ。違う、クラッチの方に頭が入っててさ、クラッチをさ、こう音を聞きながらやってたらさこっちをそうそうね、おろしすぎたね。ちょっと待って、サイド上げないの。サイド上げて、あ、からの、あの、この間言ったやつね。そう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 、の進み方ね、うん、発信の仕方、習ったでしょ、教習所で。習ったけど忘れるよね、長いことミッション乗ってないしだからね、坂道発進マジ難しいんだよね。注目の結果は？無理だ。大丈夫だよ。おお。上手やんけ。回転を上げながらゆっくり下ろしていくの。それが難しいのよ。うん、それが難しい。でもまあ今の坂道はすごく急だわね。あんな坂道ないもんね、うん、